おはようございます。今日の朝、パラセーリング行く予定でしたが、しんどかったので寝てキャンセルしました。なので昼から今からはアラマンショッピングセンターにもう一度行きたいと思います。当日キャンセルなので 100% のキャンセルです。あ、怖かった。行ってないってば。あ、行ってない。行ってないよ。行くわけないじゃん、一人で。だってそんな詰めすぎてんからしゃあないやん。もっとゆったりしたプランやったらいいけど、ただでさえもう昨日の時点からしんどいしんどいって言うねん。いや、ここも明日で、明日の朝午前中に帰ると思うと少し寂しいですね。まあ1回目のハワイにしては十分じゃないでしょうか。お疲れモード卓造になってたんで、午前中はまだ二度寝をしました。まあでも自分としては全然こうやって寝て過ぎてんのも全然嫌じゃなくて、あ、ゆっくりできたなみたいな。遠くから海の波の音が聞こえるみたいな、これ以上 最高なことはないやんっていう感じの過ごし方をしてました。多分ちょうど明日の今頃ぐらいに出発すると思うんで、ちょうど24時間、あとほんまにちょうど24時間かなと思います。あ、思い出した。今トロリーバス乗ろうと思ったら、カードがいるんですよ、証明書みたいな。その証明書はホテルに忘れてたんで、ホテルまでまた10分歩いて取りに帰るか、上行って再発行してもらうかってなって、今再発行してもらうんですけど、皆さんもトロリーに乗るときは証明書を忘れないでください。それではレアレアカードを再発行してもらえないのも、ウーバーで、ハワイアンセンターに行くことにしました。違うよ、ホテルにある場合は取りに行けって。あ、ホテルにある場合は、取りに行けっていうことみたいです。完璧になくしたら作ってあげるけど言われたんで、もうウーバーに来てもらいました。では行ってきます。それではアラマンのショッピングセンター来ました。今日は将来のためマザーズバッグも含めて大きいバッグを買いたいと思います。しかもバレンシアガで眩しい。これは色違いで買いました。そうやな。慣れちゃう、うん、自分の女になる、うん、店員さん韓国の人で日本に留学があるんですって。日本語が上手でとても楽しい時間を過ごせました。アラマナショッピングセンターを2時間ほどちょっと買い物して、今からパタゴニアでも行こうかなと思います。前回行ったのはハリーワですが、今回はハワイのワイキキの方に行きたいと思います。それでは次は、ハワイのワイキキにあるパタゴニアの方に来ました。行ってみたいと思います。本日続いてシャープ5もお世話になりますナレーションの卓造です。今回パタゴニアのワイキキの方に来たんですけども、こちらの方は洋服が多いという多い形になってますね。店員さんもじーっとこちらを見てます。やっぱカメラを持ってるとみんな見るんですね。右側がレディース、左側がメンズということで、パタゴニアこれホノルルと書いてますが、ハレイワっていうのもハレイワにはありましたが、各店舗によってこういうオリジナル商品があるんですね。こちらはレディースの商品となっておりますが、まあ、日本でもよく見る従来の形もありますし、
サーフボードに関してはやっぱり晴れ岩の方が多かったという形ですね。なぜか知らないここにトラがあります。はい、こちらのねレトロ X なんかも、晴れ岩の方にあったんですけど、やっぱりここもサイズが大きい、M サイズ L サイズっていう日本人の M サイズ L サイズがあんまりもうほぼなかったという形で XL ぐらいの形が大きいです。で、まあ、こういう T シャツとかは結構サイズはありますし、こういうマウンテンパーカーもサイズはあるんですが、まあ、あのパタゴニアのゴアテックス使用したマウンテンパーカーって比較的値段が高いんで、これ見たら399ドルということで、まあ、日本円にしておよそ4万5000円の値段ということで少し高いなということで、あのサイズはあるんですがやっぱり皆さん手は出してませんでした。で、まあ、ニット帽もこういう形でいろいろあります。こちら水着ですね。水着もずらっと、種類もありますし、まあ、サイズもそこそこあるといった形なんですけども、まあ、基本的には洋服が多いかなっていう、まあ、こちらあのメンズの、バギーショーツもあったんですけども、やっぱりバギーショーツに関してバギーショーツレトロ X ぐらいはやっぱりサイズがないという形で、はい、なっております。これは大阪でも、大阪のパタゴニアもこんな感じですね。これパタロハって言って、ハワイ限定のやつです。このダウンベストに関しては179ドルで2万円弱という形でほとんど日本円と変わりません。このパタロハは、こうやって帽子をかぶろうと思ったんですが髪の毛に引っかかるという普段の行いが出てますよね。普段の行いが悪いとこういう風に髪の毛に引っかかる、皆さん気をつけてください。こちらの女性がですね、あの YouTube に載せていいかって言ったら最後笑ってたんで、その様子を見てください。どうぞ。This movie, YouTube app. Oh, really? Yeah. こっちいいよ。ああ。いいよ。そう。はい、無事サーフィンも終わって、今からはディナーまでちょっと時間があるので、その前にちょっと夕サンセット見ながらお酒でも飲もうかという話になったので、お酒を飲みに行きたいと思います。はい、ということで、夕日を見ました。こんな綺麗な夕日、多分人生で初めて見たなっていう感じで、次来れるかなっていう話をして、まあ、しばらくは来れへんなっていう話になりました。もうこんな時間なのにまだサーフィンしてる人がいてます。海入ってる人も普通に海水浴してる人も何人かいてます。うわ、海に入りに行ってる。こんな時間から入りに行ってる。6時の暗なってから浮き輪持って海に入りに行ってる。You gotta listen up, listen up.
there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you?